とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日も、ダウンロードコンテンツ第3弾で出てきた、新しい怨念クエストをやっていきましょう。ごく、恨みを滑る者たち。おそらく、変身禁止のクエストで、これが一番難しいんじゃないかな。経験値とかが、これが一番美味しいので、難しいんでしょう。どうだろうね。3体のところは、結構余裕だったのよ。でも4体いるところが、かなりきついのよね。さあ、ここは何体出てくるんでしょうか ?3 体!お!あ、いや、違う。超クエストでここ難しかったな。漆黒丸が、とにかく強いんだ。うん。なんで、まずは、ラスティとゾディアクを潰す。こいつらはね、そんなにね、HP も高くないし、やれる。うん。このグランドオーダースブレイクが、やばいのよ。漆黒丸。ちょっとね、Tラインをまずは、やろう。おい!奇襲!ちょっと、ちょっと。ほぼ即死じゃないですか。もうオーロラスマッシャーも絶対即死級だって。一応ね、装備でクリティカル無効は入れてんのよ。クリティカルは食らわないんだけど、そもそもの攻撃力が高いから、こいつら。辛い。もう、オッケーオッケー。でもラストティーライン、もうちょっとだ。バカ野郎、お前ら。全員そこに寄るな。アースブレイクは絶対食らっちゃダメ。マジ死ぬからね、あれ。ティーライン。ゼロストームとかだったら、まだね、ギリ耐えれるぐらいだろうけど。もう漆黒丸こっち来ないで。よし。倒す。あと一発。よっしゃ。オッケー。次でゾディアックも倒したいけど、クイーンズブリザード。やばい。凍結してる。オッケー。これでどうだ。よし。ジョブは絶対ね。夢見る少年少女。で、絶対やったがいいからね。マジで回復が足りなくなるんで。あれはね、絶対入れたがいい。おっぶね。なんかこう、一緒にいられるとやりづらいな。やっぱ一体ずつに、うん、分けたい。やられた。やられてしもうた。奇襲が結構やばいね。何にしても必殺技はやばいわ。おい、危ねえ。死ぬ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 。ちょっと待って、凍結してるからちょっと待ってください。 OK、 ちょっと一回出せる。一人でもね、ちょっと昇天しちゃったらマジでやばい。やばい。奇襲奇襲奇襲。死ぬ。オッケーオッケー。これね、ゾディアク倒したところでも、漆黒丸がめちゃくちゃ強いのよね。あ、でもゾディアクの方がレベル高いのか。で、今回のアップデートで、レベル上限解放されたよね。900だよね、最大は。確か。限界突破の書が、2つしかないもんね。お、分かんない。見つけてないな、ごめん。まだ2つしか見つけてないんで。よし、900でしょ。もう、ね、レベルもね、上がりやすくなってるんで、経験値が美味しくなって、もうレベル900までも意外と早いでしょう。おいおい、もう通常攻撃のバッサバッサ切るだけで、そのダメージはやめてください。
あ、でもダメージ全然こっちのダメージ入るよ、入る入る、めちゃくちゃ硬いっていうわけじゃないし、いける。おいー、くー、チャージ攻撃で3000、必殺技を絶対食らうな。食べ物が残り4つ、よし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 、黒い、おい、何そのダメージ、ふざけてるでしょ。あ、来た、こっからちょっと注意していこう。オッケー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 、闇を、おい、クリティカルなしで6800、ふざけてるでしょ。なんだその攻撃力。極炎馬もね相当なもんだったけど、その日じゃない、攻撃頻度も高いし。でももうちょいもうちょい、あっぶね、あっ死んだ、おっぶね、ナイスお前たち、アースブレイク食らえばもう全滅だったね今の。オッケー、あ、怨念武器が出ましたな。なんか怨念武器が出てる。お、捨て身だ、捨て身、捨て身の怨念武器が出た。うん、まあ強いかどうかは知んないけどね。うん、美味しいな。経験値8万で神経験値2個のガシャ7、やばいね。こりゃもうほんとすぐレベル上がっていくよ。今までの比じゃない。今までの3倍ぐらい経験値もらえるようになってるから、レベルは即上がりやすいでしょう。はい。装備品のもらったやつの、レベルいくつだ？おお、847。いいね。あ、でも捨て身の値は低いね。攻撃力 40% だ。だいたい 45% なんだけど、あんまりよろしくないか。まあいいや。とりあえず今日はこれが出ました。うん、めちゃくちゃ敵強いんで、装備品はねしっかりと選んでいってください。あとできればマルチでやったがいい。一人でやるとね、ちょっと、やられちゃうこともあるだろうから、マルチで、みんなで助け合ってやっていくと、クリアしやすいと思います。はい。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや！